と2011年の、まあ、この時代、著名者なんて読売新聞長官で出ているんですけども、10ページに出ているんですが、桜森佐野翔、佐野東衛門というのが出ていて、で、写真集を出したというふうにあります。父親が山を売って、山を売って何を作ったんだか、本を出したというのもあったんですが、本だったか詩集だったかわからないんですが、この16代目も、図鑑ですね。図鑑というか、なんだ、花の家計簿みたいな、家計簿じゃなくて、先祖の、なんて言うんだろう、あれは。先祖、どういう系譜ですね。を作ったやつとか載っていたんですけども、父親のことはとにかく言えませんというふうに書いてあります。あと、3年を歌える桜道楽ですわと、道を極めて国道になりましたよとか、いろいろ書いてありますが、まあでも昭和2年に生まれた人がおち14代目とか、父親とか